こんにちは、ヒロです。今日は2022年の9月の22日になります。また次台風14号の後、温帯低気圧が北上しているということで、それが昨日のニュースでは台風に変わります、今日あたりかな、変わりますっていうことを言ってました。ですからまたかという気はするんですけれども、そんなに、荒れた天気にならない方、ならないでくれたらいいなというふうに思ってはいるんですけれども、少し前にお客様から、なんて言うんでしょう、手紙をいただきましてね。でその方ずっとお会いしてなかったんですけれども、一時期すごくいろいろと、商品とかもね使っていただいたり、また娘がお世話になってたりしたんですけれども、それからちょっとねこうあるセミナーにその方が行くようになってから、なんかちょっと関係性がおかしくなってきて、でこの前手紙をいただいて、なんだろうなと思って見たら、大会届けって書いて、で、全部その住所とか、名簿とかを処分してくださいと、自分のね。でその後に、それだけだったら良かったんですけれども、その文面の中でいろんな商品いくつか買っていただいたのが、それらを使って体調が、悪くなりましたっていうふうに書いてね、一言だけ書いて、であと大会届けっていうことで全部破棄してくださいっていうことを書かれていたんですよね。で正直そんなことをね書くような方ではなかったので、非常にびっくりして、またちょっとねこうショックを受けたんですけれども、ですごく喜んで使っていただいてたんですよね。商品自体もすごくいいですっていうことで言っていただいてて、体調悪くなったっていうのは多分、そんなことはないだろうなと思うんですけれども、そういうことを書いて送りつけてこられたっていうのは、非常に残念な終わり方だなっていうふうに感じました。でその方がですね、ちょっとおかしいなと思うようになったのが、ある方のセミナーに行かれてからなんですよね。でそれから僕も何回も誘われてですね、でもちょっとおかしいなと思ったので、お断りして、ごまかしてというか用事があるんでとか言って、結局ずっと断り続けていかなかったんですけれども、お客さんの中では何人かの方がやっぱ同じように誘われて、で行かれていたんですよね。で少なくとも2人ぐらいのお客さんはそれで、そのセミナーに行かれて、1回1万円するんですけれども参加して、でもう二度と行かないということをね僕に後で言ってきましたけれども、でそのセミナーもある方がこうやられているか、セミナーなんですけれども、なんかねおかしいんですよね。おかしいというかね、携帯を全部そのセミナー中は使えない状態にされて、でいろんな身につけてるアクセサリーとかグッズとかっていうのを全部取り上げられて、それを処分しなさいというふうに言われるそうなんですよね。要は使ってはいけないと、それは運気を落とすみたいなことを言われて、で全部そういうのは使ったらダメみたいな感じで言われてしまう。で携帯になんかいろいろつけているのも、デンジャーグッズとかも、全部ダメだということで取り外しをされるみたいな、なんかそんな感じで、で、あとはその妖怪が、妖怪ついてるからそれを妖怪を飛ばすっていうねことをなんかするみたいなんですけれども、そういうことをして、ある言葉を唱えるとですね、それ妖怪を飛ばせると、で、自分もどんどん運気が上がっていく、ぶっちぎりの幸せをつかめますみたいな感じでセミナーをしてるんですけれども、それに行き出してからその方がねなんかおかしくなって、うちの商品も今まで愛用して使っていただいてたのが急にですね、そういう最後にはそういうことで、ね、体調が悪くなりましたっていうことで、全部処分してくださいみたいなことで、あと一つ買っていただいた空気清浄機というか、マイナスイオンの機械があるんですけれども、それも初めは、ね、旦那さんに、ちょっともう動くなと言われたんで返品しますっていうことで戻されたんですよね。で旦那さんに言われたんだったらしょうがないなと思って引き取ったんですけれども、結局それが
講師の方に言われて、そういったものを全部ですね処分しなさいということで、まあ、それでこっちに戻ってきたと思うんですけれども、まあ、そんな感じでどんどんおかしくなっていって、で、お客さんも結構その声かけられて、まあ、行った人もさっき2人いたって言いましたけれども、断った人もいると、まあ、結局そうやって関係性がどんどんね疎遠になっていっちゃって、まあ、この方もその誘われていた方も久しぶりにこの前来て話していたんですけれども、やっぱり疎遠になっちゃってると、その方とは。だからどんどん人を離れていく、人が離れていくような状況になっていて、セミナーに行かないとなると、まあ、切り捨てられるというかね、関係性もそれで途切れていってしまうということで、なんか全然こうその方は本当に幸せなのかなということをね感じてしまったんですよね。だから、まあ、今はその本当にどうこう思うことはないんですけれども、ただその方が、幸せであればいいなという願いを持って見ているんですけれども、まあ大会届けもらって、それで、まあ、その方に LINE とかあるいは手紙とか一瞬出そうかなと思ったんですけれどもね、はっきり言った方がいいかなと思ったんですけれども、まあ、でもそれをしてもおそらくもう通じないなというふうに感じたので、何もしていません、それからは。まあ、ただその方の幸せを願うっていうことしかないなと思ったので、だから全く僕はその恨みに思うとかね、そんなそういうことを言われてっていうことはないんですけれども、ただ残念な終わり方をしてしまったなっていうふうに思いますね。まあ、仮に100歩譲ってその商品を使って体が悪くなったと、体調が悪くなったとしても、その相手の、まあ、購入した先にねそういうことを言うっていうのは果たしてどうなんだろうなと、まあ、本当に詐欺的な商品であればね問題ですけれども、こちらとしてはやっぱ自信を持って紹介している商品ですので、本当にねそういうことがあったのかなっていうことを思うわけですよね。まあ、非常にそういう意味でね残念な終わり方をしてしまったなということなんですけれども、まあその方が、幸せであるようにね願いたいなというふうに思っております。ということでね、今回は、以上になります。ありがとうございます。